前回のお話、賢者ホーローがなんか頑張ったけどダメでした。さあ皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ドラゴンクエスト10オフラインやっていきましょうか。さあ今日はね、このグレンの城下町にね、なんだっけな、ハジャブネっていうのを使える人の子孫がいるらしいので、ちょっとその人探していきましょうかね。どこにいるのかちょっとわからないのでね、ちょっといろんなとこ探しながら探索していきたいと思います。戦なくなったんだよね。お父様は傷つけられなくてよかった。それ戦争がなくなったんだよね、グレンの城下町は。ねえ、勇士でやるぞって。爆動、爆動と懐かしいね。元気してるか王様。ここにはいないな。まあ、どっかね、どっかの家の、人だと思うので、ちょっと家片っ端から探していきましょうか。マップ見てもね、このマップ全体が光ってるんで、この、なんだろうな、ここだよってことですね。ここは、あれだよね、武闘家か戦士の人がいる家だから、あと家、ここしかないな。次こっちに入りましょう。さあ、ここっぽいぞ。なんかおばちゃんが寝てるけど、おばちゃんが。どうも、おばちゃん。こんにちは。なんだいあんた、人ん家に勝手に上がり込んできてさ。押し売りなら帰っとくれよ。じゃあ、はじゃぶねくれ。頼む。あ、ホーローさんも来たわ。邪魔するぞい。こんにちは。あ、来た、ホーローさんも、よう来れたな。場所教えてよ、ちゃんと。まあ、取りま。はじゃぶね使いの末裔、フルッカじゃな。フルッカ。わしは賢者ホーローじゃ。そなたに頼みがあってきた。え？フルッカは私だけど、今時はじゃぶね使いって。今時ってか何で言う？担当直入任用。頼む。冥王の心臓に行くため、お主の力が必要じゃ。わしらのためにはじゃぶねの術を使ってくれんか。頼むよ。は？冥王の心臓？何よそれ。それにはじゃぶねの術なんてあたしは使えないよ。おい、ちょどうすんの。いけねえじゃん、ホーローさん。何？お主は使えないのか。ならば誰が使える？そうだよな。はじゃぶねの術は一子相伝の術だと聞いたが。え、もう失伝してる？今は誰も使えないわよ。え？あたし一人っ子だし、そもそも父ちゃんが使えなかったしね。え、もう何代前から聞いてたの？つまりそんな術どこにもないってわけ。はじゃぶね使いの一族なんて肩書きも、おお昔ならともかく、今は使わないわよ。罪です。世界は滅びます。なんということじゃ。ホーローさんどうしよう。はじゃぶねの術は歴史の中から消えてしまったというのか。万事休すじゃな。終わりですね、このゲーム。終わるか。最終回です、今日が。いや、待てよ。ホーローさん、なんかある心当たりが。おお、そうか。そういうことか。ん？わしの連れ合いはこのことまでちゃんと見抜いておったわ。どうしたの？先ほどわしが教えた予言を覚えておるか？なんだっけ、忘れちゃった。輝けるはじゃぶねは時の海を渡り、救世主大いなる闇を越える。これ時を越える、うちの術使うか。この時の海を渡りという一節は、現代に失われたはじゃぶねを過去に遡り復活させることを意味してたんじゃ。あ、これドラゴンクエスト11か。過ぎ去りし過去を。あら？いかにも信じられんといった顔じゃな。だがお主がいればそれも可能であろう。マジ？そうだよな。自分の妹に時渡りの術を使ったお主ならばな。あれもう必死だったから覚えてないんだけど、やり方。その力を使うためにお主は人間の姿を取り戻す必要がある。人間に戻れんの俺。その体の持ち主は別の種族のものだからな。あ、俺これ人間に戻るのって俺クリア後だと思ってたけど、あ、ここか。もう俺当時人間戻れてマジ嬉しかった思い出あんだよ確か。お主の真の姿は故郷エテーネの村に今も存在しておる。今もあるの？え、エテーネ帰る？言ってることがさっぱりなんだが。やば。時渡りとか真の姿とか。やば、みんな知らんのか俺のこと。この方はこの方でしょ。フーラちゃんとか特に昔から一緒にいたのかしの。いや、
今のこやつはこやつにしてこやつにあらず。大だらは大だらにして大だらにあらず。で、こやつにこやつでいいです。はい、大丈夫です。冥王ネルゲルに滅ぼされた人間の村エテーネの民の魂が不幸な死を遂げた者の肉体に宿った。やっべ、ついにバレた。生き返しを受けたものじゃ。生き帰りですって。さっぱりわけわかんねえです。ラスト入ってくんだ会話に。それってこの方の中身は別の人間ってこと？やめてよフーラちゃん、友達だよ俺たち。にわかには信じられねえ話ですね。ね、まあわしは生き返し前のやつのことなんぞ知らねえんでどうでもいいです。フーラちゃんだけだよね知ってるの。わしの呪文で何こやつの魂をエテーネの村まで送り届けてやるから、お主は人間の姿を取り戻すのじゃ。お、了解です。こやつと共に戦う者らよ、お主らはエテーネには行けぬ。ちょっと待って、心の整理でもしているがよかろう。一人に行くんか。心の整理でもしとくがいい。カバンの整理しといて。わしはここで待っておる。いやいや、もう行こう、すぐ行こう。再びここへ来てくれ。わかったよ。何勝手に決めてんのよ。ここ私の家なんですけど。うるせえ。お前の物臭な根性も過去を変えたついでに変わればよいの。すっげえ横なってるけど、テレビで野球見てるおっちゃんやん、その格好。手に落ちたエテーネの村では何が起こるかわからんからの。逆にあの体勢しんどいと思うけどな。準備を整えてくるんじゃぞ。さて、では再び話し受けていきますか。準備はできたかな。できました。よし。寝てるけど後ろ。それではこれから古くか、お主の故郷であるエテーネの村までお主の魂を飛ばしてやろう。お願いします。魂だけじゃからの、仲間とはしばしお別れじゃ。これ戦闘とかあるかな。ダイダラは仲間たちと一時的に別れた。バイバイみんな。こちらの動きを読まれる恐れがあるため避けていたが、もうそんなことは言っておれん。そもそもいけないもんね、侵入できないから。やるしかない、行くぞ。俺は強くなった、大丈夫だ、レベル20だ。また中途半端やな。もう一度言うぞ。オッケー。お主の人間としての姿はこれから行くエテーネの村にある。エテーネね。今こそその真の姿を取り戻す時じゃ。時を超え、はじゃ船を復活させるというお主にしかできぬ使命を果たすためにな。魂をまず戻して、そこからすぐ時を戻せばいいんだね、多分。任しといて。で、そこがあとグレに来ればいいんだな。わからん、何すればいいか全然話わからんかったけど、まあ成り行きでなんとかなるやろ。行きましょう。生まれ育った村の惨状を見るのは辛いことかもしれんが、あ、オープニングのその後の話かな、多分。頼んだぞ。わかった。世界の命運はお主にかかっておる。おお、なんか出てった。俺死んだ。え、さて、霧で覆われた世界、レンダーシアだったっけ、の中の中央、世界の中央、ここに俺たちの村がある。エテーネの村だっけ。ああ、ばあ様やった。ばあ様だっけ、おばあちゃん。よくぞ。あば様やった。よくぞ戻ってきたの。おばあちゃん、うっす。死して後も、わしはこうして、ずっとお前を待っておったのじゃ。ありがとう、待っててくれて。おかえり。久しぶりじゃのう。久しぶりじゃのう。ようやくお前に、このことを話せる日が来た。てか、あば様も死んでんねん。マジかよ。一人の若い錬金術師がこの村を訪れ、死にかけていたわしとこの村を不思議な技で救ってくれたのじゃ。錬金術師様ね。そのものは時渡りの術で遠き未来より過去に飛ばされ、滅びの運命を逃れたエテーネの民。エテーネの民強えな、やっぱ。そう。え、お前の妹のことじゃ。わしはあやつが生まれた。リスナーちゃん、あやつこそあの錬金術師だと気づいておった。そしてあれを過去に送った
時渡りの術者は兄であるお前だということ。あ、でも妹ちゃんいないのか。お前たちの成長を見守りながら、わしはかつて錬金術師が語った滅びの運命が我らに近づいていると悟ったのじゃ。なるほどね。ついてくるがよい。お前が帰ってきた目的は分かっておる。すべては今日のためにあったのじゃからな。妹、だから俺が妹を過去に送って、その妹が幼いアバ様を救い、そしてね、なんとかしたわけやから、やっぱメルゲルからしたら俺たちは未来を変えるやべえやつってことだよね。さあこれでまた未来変えてくれるんかな。どうすんだ。亀様なんかシールドを覆ってるけど、俺の死体がある。死んでんのそれ。入ったら蘇るかな俺。この通り魂を受けたお前の体を亀様が守っていてくださったの。亀様ありがとう。この体に触れればお前の魂は自然と元に戻るはず。さあ触れてみるがよいぞ。めっちゃ懐かしいなこの俺の顔。いいの入って。リスナーちゃんもいなくなったけど、あんたの息子さんどうだったんや。何だっけ、真偽だったっけ、忘れちゃったけど。帰ってきた。おお、戻った、戻ったぞ。時渡りしよう。俺分かってはいたが、やはりこの目で見るまでは不安ちゃったよ。この現実変えたい。さあ、あとは亀様に目覚めていただき、亀様お力をお借りすれば。起きて。人の姿を取り戻したか。忌まわしきエテーネの生き残りを。これネルギルか、この声。だが、この地はすでに我の支配か。やっべ。ここで起こることは、すべて冥王ネルギルの知ると。先生、神様助けてもらっていいですか。神様、我が闇の片鱗は、そのうちにあるものを焼き尽くす。え、貴様に逃れる術はないとして。どうしよう。神様、助けてください。起きてください、神様。こういうことか。やはり告げは正しかったようじゃ。なんか知ってたの、おばさまは。そのことも覚えておるか。あの日わしに頼まれて、うん、お前が取ってきたテースの花。あ、そ、今使うんそれ。覚えてるよ。ネルギルが焼き払ったよな、確か部下が。これでなんとかなんの。ふん、テンスの花よ。何、テンスの花を神様に捧げると。神様が目覚める。足長いモデル体型の亀です。亀のおたけび。ちょ、亀じゃない。ちょ待って、ペガサスにやった。マジ？ファルシオンかよ。それを知りながら、もはや何の手助けもしてやれないわしのことを許しておくれ。アバ様、お前なら、神様の申し子であるお前なら、きっと乗り越えてくれると信じておる。アバ様大丈夫なん、そこにいて。別れちゃう。わしのことは気にせずに行け。そして必ずや冥王ネルゲルを倒すのじゃ。倒してくるよ。行ってくるよ。おお、飛んでった。あー、よかったよかった。炎に巻き込まれずに成仏した。成仏なんかな。これどこ行ったん。うおーんって送り込まれたけど。あー、今からオープニングの世界来た。種族何選ぶ。俺エルフだったけど前。これエルフの偉い人、髪型がすごい人。あ、やべえ、俺と俺が混じり合う瞬間。いや、ドラクエ6かでなるやけど。はじめまして。あ、どうも、エテーネの村の人、ダイダラです。はい。名乗るまでもないとは思いますが、私はツスクルの村の、ツスクルの村の、あ、かっこいい名前やな。なあ、めっちゃかっこいいな君の名前。全国までわかるわ。あなたの魂が入り込んでいたエルフの若者の姿、その元の持ち主が私です。天才の人ね。おそらく
同じ名前であるがゆえに、あなたの魂と私の姿が惹かれ合い、あなたは私の姿に入り込んだのでしょうね。なんかごめんね、体もらっちゃった。気に病む必要はありません。あなたの魂が入り込んだ時、私はすでに死んでいたのですから。なんか術の副作用でね。あなたさえ良ければ今後も私の姿をお使いください。ありがとうございます。はい、ええ、私の姿は人間に戻ったあなたの中に今も存在しています。今のあなたは教会へ行くことで人間の姿とエルフの姿と自由に変えることができるはずです。ここメタ発言。これはきっと冥王ネルゲルを倒すという使命を果たすため。あ、そういうこと。神があなたに授けてくださった能力なのでしょう。今後は教会へ行くとエルフになったり人間になったりして自由に遊べるわけや。いいぞ。聞こえますか、エテーネの民。なんかね、いろんな人に声かける人や。この声の主があなたをここに運んでくれたのでしょうね。え、おそらくは伝説の天魔が。神様やったんその声。今の私の力ではあなたをこの光の神殿の結界の中に逃がすのが精一杯でした。なんでダストに声かけたんですか。冥王ネルゲルの持つ闇の力は今やこの世界の光の力を圧倒しています。光が負けてんの今この世界。このままではレンダーシアは愚か、世界のすべてがいずれ闇の封印に落とされてしまうことでしょう。え、どうしよう。そしてそれを防ぐことができるのはエテーネの旅の姿を取り戻したほうほうあなただけなのです。俺が時を渡って世界を変えるしかないよね。任して。あなたは古のエテーネの旅の血を最も強く受け継ぐもの。いや、一番力使えんだ。その力は歴史の因果すら変えうるのです。そりゃ時間戻せんもんな。強すぎるやろ。それを恐れるがゆえにエテーネの村とエテーネの民を滅ぼさんとしたのでしょう。なるほどな。そして私はわずかな希望をつなぐべくあなたの魂を生き返しの義によって逃がしネルゲルの目から隠したのです。もうすぐバレたけどな。本当。希望の目の息吹とき、あなた方が大地の箱舟と呼ぶ乗り物、電車、あれこそかつて天の箱舟と呼ばれた神秘なる存在の生まれ変わりし、ドラクエ9の電車に逃げるんだよね。私に近しい存在であるかの箱舟が時渡りの力を持つあなたをあるべき時代へと導いてくれる。電車乗って行けってことかな。そしてもう一つ、この辺りあんま覚えてないんだよね。なんかあんの？力くれる？今かけた魔法によって、おう、あなたは人間の姿、エルフの姿、どちらであっても他者から同じに見えるようになりました。助かる、自分だけ。でも悪いことできないじゃん。だからエルフの姿で銀行強盗して人間に戻るとかできないんだ。あぶー、できない悪いこと。まあ、光の戦士なんで僕やりませんよ。あなたが姿を変えることによって混乱することはなくなるでしょう。ご配慮ありがとうございます。過去への旅の準備は整いました。 OK。 さあそろそろお戻りなさい、エテーネの民よ。ここ綺麗なとこだね、水があって。でもここから真ん中から出ると思ったらびちゃびちゃになるよな、よく見たら。どうやらこれ見て、あなたのなすべきことははっきりしたようですね。ダイダラ君ごめんね、なんか話付き合わせて。今後の戦い、できれば人間の姿だけでなく、え、エルフの姿も使ってやってください。どうしよっかな。そしてその姿を使って生前私が果たせなかった夢を、なんか呪文を作る、出してくれってやつ。今言うべきことではありませんでした、ね、いつかな。どうか忘れてください。これどうなんだろう、俺もう覚えてないけど、今じゃもう解決してんのかな、今の天のオンラインの方だったら。必ず冥王ネルゲルを倒して、オッケー、レンダーシアを解放してください。世界救います、任しといて。さて体が俺の中に入ってきたね。いや入ってきてこないんかい、光玉だっただけやん。バイバイ、ダイダラ君。
あ、ダイダラ君の魂置いてくんや。ダイダラ君の魂置いててダイダラ君飛んでったね。別れた二人は、さよなら。ダイダラは、人間の姿を取り戻した。ダイダラの頭に突然、懐かしい仕草が思い浮かぶ。エテーヌ挨拶これなんか、仕草のクエストあったよね、確か。帰ってきた俺。ストーンと。人間や裸やだ見ないでお、お主は？おう。なのか？なんで服着てないんじゃ。これじゃ見ないで。はずいよファン1だから。その姿が人間です。いかにもお主らしいキャッチーでグッドルッキンな面構えじゃが。お結構イケメンってこと照れるな。さっき言われたけど。俺には何も変わったようには見えないぜ。あ見る？あ服着てるように見える。いつも通りの元ポツコン2号ですね。どうやらエテーネの守り神の力がお主らに働いているようじゃの。なんでホーローさん見えんだよ。お主らが慣れぬ姿に惑わぬようにとコンビニエンスかつスタイリッシュな計らいじゃろうて。なんか若干ルー語喋るのやめて。違いなく、うん、意識高い系かそれとも。人間の姿を取り戻しておるよ。これならばいける。仲間たちと再会した。よしそれでは向こうで何があったか詳しく話してくれるかな。なんかね、なんか大変だった。ネルゲル出てきたよ。うん、大変だった。そうか、アバ、アバのやつに会ってきたか。死してなおお主を見守っておるとは。アバ様知り合いなん？全く見上げた女じゃの。そして、うん、自分の真の姿を取り戻した後、光の神殿で不思議な声から助言をもらったというのか。あの神様多分。ならば間違いない。その声の導き通り人間の姿で大地の箱舟、人間の姿で列車に乗れば OK。 列車に乗る。失われた時代に行けるはずじゃ。いやこのフルッカの性格直してあげよう。実はな、うん、お主をエテーネの村に送った後、わしもこの家にある書物を読み、はじゃ船について調べてみたんじゃ。やっぱ資料はあったんだこの家には。ひらーん、すごいな賢者様。こんな大事なものを読まずに埃をかぶらせておくとは、古っかには呆れて物も言えんわい。この物ぐさおばちゃん、グレンの歴史が書かれていてな。ほう。はじゃ船という記述が消えたのは今から500年くらい前。かなり前やな。でな、気になるのはこのページじゃ。もう父ちゃんの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 父ちゃんも、もうないやん、わざ。それと同じ時代、空前の大災害があったと記されておる。ほーん。大災害は、その時代に生きる者が力を合わせ何とかしたようじゃが、はじゃ船はなぜか姿を消してしまったんじゃ。なんでだろうね。それが、なんか原因探るんか、その。主のなすべきことは、はじゃ船の術が途絶えた原因を突き止め、現代にまで継承させることじゃ。了解。未知なる過去への旅。え、長い道のりになるかもしれんが、大丈夫かな。自分の使命を決して忘れるでないぞ。わかりました。冥王の心臓にたどり着くためには、はじゃ船の力を借りるほかないのじゃ。頼んだぞ。任せろけ。今から過去行く。まだ仲間とはぐれ離れになるのかな俺。大丈夫かな俺。まあなんとかなるっしょ。さあ最後のエテーネの人、あれ俺待って、姿もしかして、はっ、人間になってる俺。わあわあ、ついに俺人間になった。嬉しい。でも頭はいつものやつ、クスシにする。でもいや、エンゼル帽子のダイダラです。うわ、なんか嬉しい。でも仲間にはみんなは見えてないんだよな。ダイダラ様気をつけて行ってきてね。お手伝いできないの悔しいなーって。500年前に行くとか信じられねえが、いいかダイダラ、絶対無事戻ってこいよ。ヒューザーイケメン枠やな、相変わらず。元ポツコン2号、500年前の世界、ちょっとこいつ置いてきてくれませんかね。ネソンさん、ガラクタ作ろうとしちゃダメだよ。ガラクタだから捨てられちゃうよ。ふん、ガラクタの良さが分かんないなんて残念な人たちですね。ガストンだけやっぱ欲望に忠実なんだよな。そういうとこおもろい。
俺言うてさ、今から過去に行くの時に魔法使いに行くつもりだけど大丈夫かな。ちょっと装備作っとくか、魔法使いのズボンねえ。これやってみようぜ、レンドアのやつ。ズボンだけでももらっときたい。さあここだね、宿屋で泊まるとなんか声が聞こえるらしいってことなんで、ちょっと聞いてみましょうか。こんにちは、あんた10以上の魔法使いさんだね。そういう人が泊まると問題あるんだけど、いいやね。さて泊まりますかっていう。泊まります。40ゴールドぐらい払ってやろう。装備代と思えば安い。ダイダラは鏡のある客室に泊まった。なんだ、レカイカ、何レカイカ、え誰かいませんか。はい、ああようやく答えられた。何、私は魔法使いリュナン。たまたまこのシーバのねえ鏡を手に入れ、鏡の向こうであなたに話しかけてる。シーバとは2枚1組で戸川大統領と会話できる魔法の鏡。へえ、ダイダラさんですが10以上の魔法使いですね。その間魔力を持った者しか使えない。ウェナ諸島にいるんですか。どこで聞こえてる。どこだっけ、これ。レンドア、素晴らしい。レンダといえば鉄を使えばゲルト海峡まですぐ出ないですか。たお願いがあります。ゲルト海峡のに出るガチャコッコ倒してきてくださいって。いいよ、ガチャコッコで。はい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 。それで魔導の石を手に入れて来てくださいということで、大栗大陸のゲルト海峡のガチャコッコを倒してきてくれ。素晴らしい人だ。よろしくね、しまお願いしますすすお願いしますすす。任せとけ。じゃあやってやるか。じゃあとりあえず、そうだとよく休めたようだね。泊まると変な声が聞けると苦情が立たなかったけどね。何も起こらなかったでよかったよ。いや、なんかあったけどな。うん、さあガッチャごっこ、ゲルト海峡のところにいるやつ見つけたんで行きましょうか。さあこれどうしようかな。これ全員命令させるの方がいいよね多分ね。さあ行きましょうか。まず俺から、まあイオンのダメージちょっと見るか。まずいいよー、ドンと39、全然通らんな。まだまだ通るため、ドン40、ちょっと削っていきましょう。はい、んー、なんかわからん、遊び出したね、赤い、いやいけるやろ。いやいや、ちょ神調整きた、神調整きた、神調整きた。で、あ、いいよー、せい、オッケー、これでいいんだよね。イオでやっつけるってやつで、どう、やっつけたけど、お、イオ使ってとどめさせた。窓の石、え、これで終わり。もうクエストめっちゃ簡単やが。さあもう一回止まりましょうか。でーす、よし、じゃあおやすみなさーい。次や、ダイダラは鏡のある客室に泊まった。また来たよ。あ、ダイダラさん取ってきてくれたんですね。それではその窓の石を鏡に向かって捧げてください。素敵な能力がある。鏡自体の大きさを超えないものなら鏡を通して相手側に送ることができる。マジ？そう、送ったよ。ちゃんと届きました。今回俺の品を送りますねっていう。ズボンもらった。やったぜ。さあこれで OK かな。出会いは合わせ鏡から。ドンと。レベル15でまた次のクエストあるんだけど、まあ、それはちょっと置いとこうか。どうせあなたが親切な方でよかった。あれ、送ったら声が送れなくなるんだ。これはでも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 で、よし、これで俺めっちゃ強くなったぞ。一気にいい、戦える。これで世界を取れる。大丈夫、多分知らんけど。よし、じゃあ皆さん今回ここまでにしたいと思います。さあ次回ついにね、あそこだね、なんだっけな、500年前のグレンの城かなに行って、世界を変えるために頑張って時渡りしましょうか。はい俺は過ぎ去りし過去を変えられることができるのか、お楽しみに。それではチャンネル登録したい方、チャンネル登録高評価よろしく。またね、おつっぽんよ。